ラッフィーです。はい、今回はなんかレイラさんが持ってきてるものがあるということで、はい、はい、何ですか？中学の時に使っていた手帳の方を持っていただきました。はい、なんで持ってきたかというと、まあ、この間久しぶりに高校の友達と見たら結構レイラがヤバいやつすぎて面白かったから、それをねカノンにも共有して、はい、まあ、皆さんにもね共有していきたいなと思ったので、まあ多分レイラのこと引いちゃうと思うんですけれど、はい、ちょっと中を開けてみていきたいと思います。はい、で先に言うとくと、私中学これ3年の頃のやつかな、中2、うんうん、あ中3の時の手帳です。あ、中1の時からめちゃめちゃ好きな先輩がいたの、うん、でうちの学校が中高一貫校だから、その高校の先輩とも廊下ですれ違ったり食堂ですれ違ったり、うん、まあ、結構関わりがあるんですよね、はい、でその3校上の高3の先輩にめっちゃイケメンがいるみたいな、はいはいはい、もう本当にあの時は学年の全員がかっこいいって言ってたぐらい、本当に人気だったんですよね。で、まあ普通に考えて中学生の時って割と芋じゃん。そうだね。高校生の先輩ってマジなんていうんだ、大人っぽいし、うん、だから本当に中学生にとって高校のあの先輩はみんな手が届かない存在っていうか、でもその中でも私はもうガチ恋をしてしまったんですね。ガチ恋？ガチ恋、うん、それをがこの手帳に結構その記されてるんですよ。おー、だから仮名でいきますね。はい、仮名何にしよっかな。ケイ君。ケイくん。じゃあ仮名ケイくんにします。はい、ラッピー。表紙の初めに意味がわからないんですけどフレフレケイくん、ケイくん記念日イット秋かっこ中学2年生はケイくん 2F から3F。 やばい、恥ずかしすぎる。え、これはどういうあれで書いたの？どういう意味これは？なんか例えば中1の時私は C 組だったんですよ、うん、でもケイ君は中1の時多分だけど A 組なんですよ。もうよく知ってる気もくない？なんで知ってるの逆に？もう噂とか教えてもらったり、ね、インスタとかに載ってれば多分見てる、それを知ってね。だから多分中1は A 組ってことは A 組の教室に行ってケイ君どこ座ってたんだろうみたいな、あ名字的に、ま、ここまでそんなことしてたかなマジ恥ずかしいんだけど。あ、結構ストーカー気質があったってことです。やめて。え、これ全部読んでいいの？いいよ。今週の目標っていうのが書いてあって、それはめっちゃかっこよく歩く東京コレクション、うん、なんかめちゃめちゃ170-180cmのモデルさんの中で154-3の私が使って、あ、写真ボーン。えー、すごいじゃん。あのキングのこと一個も書いてないじゃん。マイバースでやわけね。イエーイ、ハロー15歳、今年は絶対東京ガールズコレクションランウェイ歩くぞ。だって結構レイラって可愛いんだね。あ、来た。これじゃん。これ何？どういうこと？ケイ君先輩アデイって書いてある。これ誰得なの？なんて書いてあるの？字が汚いですね。ケイ君先輩に会えるチャンス。チャンスで会えたんですか？これは。いや、覚えてない。え？書いてないってこと覚えなかったんじゃない？挨拶記念日。挨拶できたの？初めて挨拶した日。なんか先輩があそこから帰るっていうのを分かってるから、いつも自分の授業が終わるとそこに友達とスタンバイして、あたかも偶然を装っていたんですね。で、そしたらタタタタって降りてきて、で、私多分その時ツイッターの DM かなんかしてて、でも直接は喋ったことなかったのさ、うんうんうん、でも DM してるからむしるわけないじゃん、うんうんうん、だから挨拶できるかなって、でしてもいいかなと思ったらよっってやってくれたの。もうかっこよすぎて、かっこよすぎて、はぁーって言って泣いた。すごいじゃん。でもそんな感情になれたことないわ。本当にやばい。その後何かあったわけ？挨拶されてから。挨拶されて、あ、誕生日誕生日会いたいって書いてある。ケイ君に会いたいって書いてる。やばい、キモい。文化祭があったんですよ、うちの学校ね、うん、で、私は誕生日プレゼントにあげたいと思ったの、うん、だけど、あの年齢なりに自分で考えて、いや、アクセサリーだったら彼女でもないし、ちょっとキモいじゃん、うんうん、だからといって、なんか何もあげないのは嫌だしって、うん、何がいいかな、何がいいかな、もういろんな友達に相談して、うんうん、お菓子のトッポに、トッポ後ろに、ハッピーバースデーケイ君先輩って書いて、うんうん、当日渡そうと思って、ほい。で、もう文化祭の前日に、あの、もしよかったら写真撮ってくれますかみたいな、うん、いいよって言ってちゃんと約束をしたの。会う約束をしたから、
あ、トップあげれると思って、うん、文化祭は一日中バッグの中にトップを入れてたの。絶対溶けたよね、それもうドロップになったもん。11月だからね。あ、そっか。ねえ、そしたら、で、なんかね、もう向こうから輝かしい集団が来て、おーっと思ったら、なんか5人ぐらいの男がたちがこんな感じで、イエーイみたいな感じで、あ、かっこいいそうだね、やーいと思って、でもみんな周りの友達知ってるから、もうレイラいきなり早く渡してあげるみたいな、なんか、どん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 、先輩って言って、あっって思い出してくれて、うん、あ、写真撮り約束してたね、うん、いいよって言って、もう写真撮れたの？写真撮れたの？悲しくて許せない。え、どういうことですか？12月のメモ、悲しくて許せない。何が何があったんだろうね。めっちゃ勉強してね。覚えてないの？覚えてない、覚えてないよ。あ、うわー友達の誕生日の日にデートしてたじゃん。ケイ君とデートした日って書いてる。やばい。そうだ、何したの？何があったかというと、文化祭でトップあげたじゃん、うんうん、文化祭が11月の2日とかだったの、うんうん、ってことは高校3年生って3学期学校行かなくなるの。確かに。でもとりあえず1回遊んでみなよみたいな、うんうん、ワンチャン誘おっかなと思って、うん、一発目誘ったの、うん、そしたら、あ、ごめん、期末テスト近くてちょっと難しいかなみたいな。で、その理由が期末テストで本当に忙しかったのか嫌だったのか、うん、どっちか気になって、うん、もうあれショックだったの、すごく。だけど諦めません、こんなことで諦めません私の。怖い怖い。で、その時に溺れるナイフっていう映画がやってたんで、ケイ君先輩が、うん、小松菜奈さんと菅田将暉が大好きだった。菅田将暉なんで呼びてやっちゃうの。菅田将暉さん大好きなのね、うん、はいはいはい、大好きなの知ってて絶対見たいじゃんと思って、で、その映画の話題に振ったのね。見に行きましたって、いや、まだ見てないよって、もうこれは来たと思って、よかったらいいです、レイラも好きなんですよねみたいな。嘘ついたの？まあまあまあ。で、そしたら返信なんで来たかというと、あ、いいよって、うんうん、まさかのニコちゃんマーク付きで来て、優しすぎないと思って、嬉しかったんじゃない？そう、うん、で、当日行けるようになりました、はい、池袋で約束したの。はいはい、三なんちゃら三社で、池袋の映画館奢ってくれたの。もうそれだけで死にそうだったし、うん、会った瞬間にやばかった。いつもわざわざ隠れながら見に行ってる先輩を一日中こんな一人分示していいんですかと思って。私もう一個実はキモいことしたことがあるんですよ。 何かというと、溺れるナイフを楽しむんじゃなくて先輩の顔をずっと眺めるために一回友達と予習してきたんですよね。レイラってすごいね。やばいやばい、キモいやつ。で、それで映画見終わって6時とかね、で、なんか普通にカフェ入って話して8時、ひたすらずっとこうやって顔見てて、もう確かにキモかったなって思ったの。で、そしたらなんかレイラバイバイしたくなさすぎて、先に先輩の駅だったんだけど、うん、先輩の駅降りてついていっちゃったの、改札まで。どこまで送ったの？改札改札、さすがに、うん、多分家までついてくるんだろうって思って、思われて、本当に申し訳ないんだけど、うん、本当に悲しすぎて、もう振り絞った言葉がハイタッチしようだった。ハグはキモいさすがに、まあ、うん、もうキモいけど、うん、もはや、うん、だけどハイタッチなら友達でいいかな、まあ、友達かもしれないけど、ハイタッチバイバイとかやった。それでこの隣やってくれたの、これは。そう、うん、で、その後一人で泣きながら友達に電話して帰った。で、駅のホームで写真撮ったんだよね、うん、うちらの2枚目の写真、うん、それを送ったの、その日に、うん、あ、今日はありがとうみたいな、うんうん、LINE が来て、もう嬉しかったの、嫌われたかと思ったから、うんうん、こちらこそですみたいな送って、うんうん、で、その後にね、写真をね、はい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 、あげたので、写真の記録がなかなかつかなくて、はい、はい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 、次はこの日から LINE が来ないだけ。そっからよ、はいはいはい、そっから悲しいことに二度と来なかったのね。うわー、嫌われたの、嫌われたの。相当キモかったんだろうね、本当にキモかった。でもね、映画見ないで先輩のこと見てんでしょ、キモい。でも本当にでも感謝したいのは、もしかしたらね、YouTube ね、もっと有名になって見てくれてるかもしれないからね、これ俺のことじゃんって思われるかもしれないからね、その時に、まあ、感謝したいことなんですけど、あの時本当に中山を相手に映画まで見に行ってくださって、そうだ、ね、本当に感謝しかないし、そうだ、ね、レラの中学の青春は全てケイ君先輩に捧げたと思ってるので、うん、いい経験をさせていただきました。ありがとうございます。本当にやばい。
んの恋楽しかったな、夢が現実になったのをものすごい恋してたな、キュンキュンしたな、いい経験したな、好きだったな、大好きだったな、楽しかったな、頑張ったな。最後の日本人これ書いてあんの。ガチでウケるんだけど。天使、エンジョイ。エンジェルだった。意味がわからない。ガチでキモくない？でも、まあ、終わり、レアの恋の話でした。その方とは今連絡取れてるんですか？取れてないです。あ、取れてないんだ。はい、まあ、元気してるかな。へえ、素晴らしい。うん、本当に感謝しかないな。この2匹やばいね。やばい。負の、まあ、でも楽しかったじゃん。楽しかった、マジで。ケイ君先輩いなかったらこんなに女の子してなかったし、うん、私はここまで小学校の時も好きな男の子いたけど、ここまでなんか本気になれたのって初めてなのかもしれない、ね、実ってはないんだけど、実らなかったこその楽しい思いっていうか、本当頑張った。いいな、楽しそう。ってことで、まあ、今回はこんな感じでレイラの好きだった人のお話を、うん、じゃあこれから第2弾があるかもしれないよね。何？ケイ君の第2弾の企画を、それをちょっとやっていきたいと思うんで、はい、次の動画もお楽しみにしてください。はい、では、バイバーイ。